にとってのビザディファレンスはひまわりだと思います。それで一個一個全部違う形をしてる花なんだけど、全部で一つの花のひまわりと呼ばれてるっていう、なんかそれがすごい素敵やなと思って、ビザディファレンスっていうのはもうひまわりみんなが存在できたら一番いいこと。挑戦が私のビザディファレンスです。で、まあ大学のオーディションで選ばれたゴスペルシンガーとして活躍してるんですけど、それも今までやったことのないことを一歩踏み出してみたいなって思う気持ちで挑戦を持って頑張ってるので、これからも頑張っていきたいと思います。全部ネガティブに考えちゃうことがあったんですけど、このビザディファレンスっていう言葉とかノブさんが会の上田さんと一緒になった時に、もうちょっと自分を見つめ直そうってこう余裕ができた言葉だったので、なんか私は私自分として生まれて自分として人生を歩んでいくのは、まあ、これで最初で最後ですし、まあ、自信を持って人と違っていいっていうふうに思って私はこの言葉を解釈してるんですけども、まあ、Be the difference っていう言葉を持ってこれからも自信を持って生きていきたいなって思います。ずっといろんなことが人生であると思うんですけど、いつでも楽しくっていうのを心がけていくというか、楽しい気持ちがいつも湧いてくるので、そんな